アゴミサ・ナゴンの誰でもラジオの加藤アゴミサイルです。誰でもラジオは SBS ラジオで毎週月曜日の夕方5時45分から放送中です。それでは今回の配信スタートです。お気を確かに。改めましてドラッグクイーンの加藤アゴミサイルです。同じくナゴンアパッショナットでございます。はい、本日はですね、ちょっと前って言っても数ヶ月ぐらい前なんですけれども、私たちは2人でですね、ゲイバーあるあるっていうようなね、お話しさせてもらったと思うんですが、それと同じような感じで、視聴者さんからですね、なんとドラッグクイーンあるあるとかもあるんですかということを伺っちゃったので、私はというかね、それあんたの方があるわよね、それね。なんかね、細かいところでは結構あるかもしれない、もうね、お話ししたいなと思うんですけれども、まず1に、なんだろうね、何がパッと出てくる、みんなね、男らしいのよね、意外とね。そう、男らしい。それもそう、クイーンってね、男らしいからね、体育会系よ、みんな、あ、そう、縦社会、そう結構縦社会、挨拶のね、順番とか間違えたら殺されない？結構やばいですよ。だからもうね、最近の私たち世代は、結構和気あいあいとね、やってるんですけど、やっぱこうちょっと一歩リードしてる先輩だとか、レジェンド、昔怖い人ばっかりだったもんだって、まあ、有名なところだとマツコさん、マツコデラックスさんとか、ミッツマングローブさんとか、ナジャグランディーバさんとかに代表されるぐらいの先輩方だとね、やっぱり、まだちょっと怖いっていうのありますよね。いやね、楽屋とかでもね、席のその座る場所とか、上座下座無意識して座んなきゃなんないし、デビュー、私がデビューしたての頃なんて、ね、椅子なんて座っちゃダメだよなんてね、言われてたから、全然床でもやってたし、芸事と一緒ね。そうですね、伝統芸能と一緒ね、本当。そう、でも挨拶の順番もそうだし、メイクする場所とかもそうだし、あとステージにみんなでこうわーって上がった時に、やっぱ先輩を何映えさせるようにちょっと袖の方で、ね、盛り上げてみたりとか、そういうの意識してるぐらいには縦社会、ね、申し訳ないけど、お客さんの顔色より先輩の顔色見ちゃう時もあるしね。まだ先輩いっぱいいるからなんかね。ありますよ、何百人っていますからね。あとなんだろう、まあね、意外と一人、意外と一人、意外と一人、何、孤独ってこと？孤独っていうか、なんかこう個人戦じゃないですか。あ、そりゃそうだよね。だから何、こう楽屋とか入って、結構みんな和気あいあいとやってるんでしょみたいな感じで聞いてくる人、時々いるんですけど、楽屋だったらシーンとしてない？そうでもないですね。もちろん話せる人が右左にいればある程度は日常会話ぐらいしますけど、そう、なんか和気あいあいっていう雰囲気はほぼないですね。どっちかって言ったら、その一緒に仕事してるゴーゴーボーイさんちの方が、ゴーゴーさんの方がね、みんなキャピキャピしてるじゃん。キャピキャピしてますよね。大体あの子たちの方がさ、あの子たちって言ったらいいんだけど、大体女子校だよね。女子校、で、クイーンが男子校って感じじゃない？なんか、いや、本当にどっちか言ったら、まあ、なんかもう例えるんだったらそんな感じですよね。確かにゴーゴーの人たちね、まあ、準備もちょっと少ない、ね、クイーンにしたらだいぶ少ないからさ、時間も余っちゃうんじゃない、きっと。だからね、クイーンはね、準備に時間かかるから、大体、私はね、もう現場に、2時間半から3時間前ぐらいに入ります、自分の出番の前に。ナオさん、どれぐらいです？同じぐらいですか？2時間ぐらい前かな。そう、化粧のね、お時間があるからね、やっぱり大変なんですよ。この前スケジュールね、もうギリギリで、はい、40分で全部仕上げたんだけど、すごい、あれが、あ、できるんだと思って、なんか、ね、追い詰められたら、ずっとね、間違えたら終わりよあんたって言ってね、迷ったらダメって言って自分で言い聞かせて迷いは気持ちよって言って自己暗示もかけつつ、そうそう、すごい、独り言言いながらやると何でもできるんですね人間と追い詰められると。いや、1時間しかないと思ってたら、そこにさ、なんかちょっとトラブルの電話があって、時間取られちゃった、ちょっと時間取られちゃって、パッと見たらもうあと
と40分40分と思って私40分だったら絶対無理です、うん、キャーと思って立ち上がってね、うん、もうね鏡の前でブワーって、うんね、私は、うん、あるんですよ実はなんかなんとかバージョンみたいな、うん、なんかもう何あの化粧 の、うん、あの今日のこの現場だったらここの工程はすっ飛ばしてもいいだみたいなあはい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 、はい、そうあるんです、うん、あの一番短縮バージョンは実はお店バージョンなんですけど、うん、お店バージョンお店バージョンお店手抜きだってよみんなちょっと寝てんの言ってる、うん、ほら暗さもねちょっと暗いし、うん、顔があんまりはっきり見えないし、うん、私一回ねお客さんがねそれこそ私をソロで撮りたいって言うから、うん、客席側に座ってる私を写真撮ってもらったの、うん、そしたら目の周り全部真っ黒なの、うん、パンダみたいになっててそうだからあこういう感じでお客さんには見えてるんだと思って、うん、じゃあ目の周りこんな頑張ってなんか細かくやんなくてもいいなって思って確かに暗いしねお店の中ってそうそうそう、うん、だから何そのカットクリースとかもちゃんとやらないくなっちゃった、うん、いやお店だったらそれこそ化粧だけだったら40分ぐらいで終わるんです、まあ、もちろんね着替えとか準備入れたから1時間とか1時間半行くんですけど、うん、逆にそのテレビだとかなんかいややっぱりね、うん、明るいとこでなんかやるのと時間帯にもいるよ ね、 なんかね、うん、あれはやばい本当に2時間きっちり時間かけてそうだよねだから迷った時のバージョンで3時間ぐらいあった方が安心するよ ね、うん、ね安心します安心します、うん、やり直しができると思ったそうそうそう、うん、っていう感じでねクイーンはねすごい時間がかかるんです、うん、なるためにはねえ、うん、他にもねまだいっぱい荷物、うん、あ荷物荷物やばいうん名本さんなんかね、うん、すごい梶原殿みたいな感じいやこあれねやばい時あって東京に行く時にさ、うん、持っていくの必死だったんだけど、うん、持って帰るの嫌なちゃってさ、うん、なんかほら名本さんさ、うん、持ってるさ、うん、あの荷物入れさ、うん、上がさこう空いてるやつだからさ空いてるやつが多いそうそうそうなんか木とか出てましたもんねそう木とか桜とか、ね、桜とか好きだからさなんかあとズラもさやっぱり長いのが多いじゃんなんかはみ出たりなんかそう、うん、入んないねあの普通のなんかスーツケースとかになんか、うん、だからもし新幹線とか、うん、なんかそういうところでめちゃくちゃ大きな荷物持ってる人がいたら、うん、ドラッグクイーンですそれそう男だと思ったらお間違いよそうクイーンです、うん、私もあの飛行機に入るギリギリのサイズのキャリーケースでさすがに飛行機とかやったらもうね、うん、あのまとめないとね別時になっちゃうからさなんか分かんないけど、うん、行きはねちゃんとねキャリーの中入るんですけどねあの帰り入んないんですよ、うん、なんでだろう同じもので同じものでまあでも行きは気合があるからねなんか気合が、うん、帰りはもうねこうやってギューって押し込んじゃうから、うん、多分ねもういつ壊れんだろうこのキャリーと思いながらねずっとキャリーの方が壊れちゃうのねキャリーが壊れると思う、うん、多分もうやばい今にねあの潰れるよ開いちゃった瞬間とかやばいですよ、ね、やばい、うん、もう目も当てられないですよ、ね、当てられないねなんかカラフルなスパンコールとか飛び散るしさ、うんね、私はほら胸とかも持っていくから、うん、あそうだよそれも何こうやってパッて開いた時にボワーみたいな感じになってるから、うん、私は自分でやってるからねあそっかそっか名本さん自分ですよねそんな感じでですねあのドラッグクイーンあるあるをお話しさせていただいたんですけれども、はい、どうでしょう皆さん、うん、皆さんドラッグクイーンの気持ち分かりました、うん、なんかねいろいろあったんですけれども、はいうん、もしねあのこの話好評でしたら2回目も3回目もやりたいと思うのでぜひお便りください、はいはい、ということでですね本日はドラッグクイーンあるあるについてご紹介しましたはいアゴミサナゴンの誰でもラジオのナゴンアパショナタでございます今回の配信はいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。